四つの奇質。左から順に、気難しい、憂鬱、楽天的、鈍重奇質喜劇とは、16世紀から17世紀にかけて存在した喜劇の一ジャンルで、登場人物たちがそれぞれ四大液説に基づく、奇質によって動かされることがその特徴である。奇質喜劇というジャンルを16世紀末に流行させたのは、イングランドの劇作家、ベン・ジョンソン並びに、 ジョージ・チャップマンだった。17世紀後期には、王政復古期喜劇の中で、風習喜劇と結合した。奇質喜劇の火付け役となったベン・ジョンソン、劇者揃いに出てくるカイトリーが、四大体液説に基づく、奇質に支配されたキャラクターである。カイトリーのべての言動は、自分の妻が不実であるという強い疑惑に、動かされている。エブリーマムアウトオブヒズ・ヒューマーの序劇の中で、 ベン・ジョンソンは、ある一つの独特の気質が人間を支配し、それがその人物のすべての感情、魂、力を引き出すと説明している。気質は、身体的特徴と精神的特徴を結びつけたものだったが、そのキャパシティの中で性格の類型を描写するには、その結果は、かなり微妙なものであった。ありがとうございます。